今からですね、大阪メトロに乗って新大阪に向かいます。なんか先ほどお聞きしたら、この車両が珍しいそうです。今ですね、大阪メトロ乗ってるんですけどね、メトロ乗るのめちゃくちゃ久しぶりなんですよ。で、西中島南方からもうあの真正面が新大阪駅なんですね。よく考えたこれめちゃくちゃ近くない？これね、見える距離やもんね。ちなみにあの電車の横はこんな感じです。これは何の曲なんですか？尾行します。やっぱでも迫力ありますね。迫力ありますね。で、いや、ほんまなかなかこの年になってトレインビューをこうね、頑張って撮るなんていう人珍しいでしょうね。あ、この地下鉄の新大阪駅のあそこですね、トレインビュースポットできてんの。なるほど。ということで間もなく到着です。到着しました。おお、あれですね、あれがトレインビュー、これトレインビュースポットって言うんですよね。なるほど、ここでもジョモリさんの休憩所なんですかね。ちょっとな中に入ってみたいと思います。これはいいじゃないですか。うわ、めちゃくちゃ綺麗。おお、しかも涼しいし、すごい。あー、これは見晴らしはいいわ。しかもなんかここ居心地いいね。今乗ってきた電車が次の駅へ向かっています。結構でも揺れますね、ここね。足元がこうじんじん揺れるというか、揺れを感じますよ。あ、でもね、これね、電車好きな人は足元から来るこの揺れも嬉しいんでしょうね。すごい。ちなみにですね、ここの休憩スペースなんですけど、まあ、こんな感じでテーブルもあって広々してるんですけども、こうね、棚があるんですよね。将来的になんか本とかでも置くんでしょうかね。あれ、あそこ電車あるのは何なんでしょう。引き上げ線ですね、折り返しの。へえ。新大阪の方に今から天王寺へ向かうときに。なるほど。今一緒に来てくださっている方、声の出演だけありがとうございます。声の出演は大丈夫ですか？大丈夫です。はい。あの、今日もですね、なんかあの梅田駅で乗ったんですけども、何系でしたっけ、さっきおっしゃってた。樹齢系ですね。あ、なんかその話聞いて一個も私が分からずに、珍しいんですよ、間もなく廃車になるんですよみたいなことをお聞きして、ここでもほんまにいいね、トレインビューとしては。うわ、この足元の揺れやっぱいいよね。なるほどな、ここでカフェできへんのかなとか、また勝手なこと言ってますけども、いいですね。出庫ですよ、折り返し出庫、天王寺行きですね。ですね、新大阪、大阪メトロ出発です。天王寺行ってらっしゃい、安全運行で。ありがとうございます、挨拶してくださった、優しいな。